ただこれらの問題を手軽に解決できる方法があります。景気の良い国を相手にビジネスをすることです。そうは言ってもね、海外を相手にビジネスをするというと多額の資金や大変な動力が必要になります。しかし、わずかな資金で簡単に景気の良い国を相手にビジネスをする方法があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。 バーアカデミーのサポートを受けて取り組むオーストラリアアマゾン輸出ビジネスなら稼ぐスキルを身につけることが可能です。自力で稼ぐ方法を身につける私自身が欲しかった副業サポートサービス。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。 そのための輸出サポートを提供します。気軽に質問してちゃんと答えるサポートが欲しかった。先生には簡単なことでも、初心者の私では正解にたどり着くまで大変だった。稼い方を教えて欲しかった。先生が稼ぐ片手間ではなく、教えることに真剣な人に私が稼げるように指導して欲しかった。戦略作りの手伝いが欲しかった。 先生や誰かの稼いだ方法でなく、私に合った稼い方を教えて欲しかった。気軽に質問してちゃんと答えるサポートがおた欲しかった。それは前にも答えましたね、とか、それぐらい調べれば簡単にわかりますよ、などという返事でなく、簡単なことでもきちんと答えて欲しかった。転売ビジネスで稼ごうと決めるまで、随分と回り道をしました。 私は不動産をするために独立しました。しかし、リーマンブラザーズショックで当てにしていた不動産仕入れの融資が絶望的な状況になりました。会社はすでに退職済み。資金がないので不動産転売は無理。さあ困ったと。それで以前から趣味で行っていたヤフオク転売で稼げないかと考えました。商品を探してみるとまだまだ稼げそうな感じです。そこで、 情報商材を購入した情報発信者と当時コンサルティングを受けていた先生に紹介してもらった転売コンサルタントに小売値で輸入購入して1万円ぐらい利幅が取れる商品を教えてくださいと質問しましたところがそんな商品があればこっちが聞きたいぐらいだと県もほろろな返信をいただきましたしかし私には簡単に見つかる商品の確認の意味だったのでちょっと意外でした そこで確認のためリサーチしてみると、1万円程度のリ,リハバの商品ならいくらでも見つかる。しかしその当時コンサルティングをしていた割と有名な先生はその程度の商品も見つけられない。それなら私がコンサルティングをしようと思ったわけです。またコンサルティングや軸的なもの、情報商材を買って学んだ経験から大きな不満がありました。巷にに溢れる副業、アフィリエイト、情報発信、投資のノウハウは 再現性がとても低い。頑張り屋の経験に基づく情報は、怠け者の普通の人には実践できない。だいたい情報発信をするほど稼いでる人は、とても頑張り屋さんが多いです。企業当時は寝ないで働くのは当たり前。わからないことは安易に人に聞かず自分で調べる。そして、どうしてもわからないことだけを質問する。そうしないと力がつかない。自分もそうしてきたし、 自分から教えを受ける人もそうあるべきだ。まあ、そんな姿勢です。安易な質問をしようもんなら冷たく突き放さないのがオチです。そうなると質問もできず、またほとんど質問を受け付けないため役に立つアドバイスを受けることもできません。はっきり言ってサポートを受ける価値を見出すことができません。インターネットにつながったパソコンを使ってどう稼ぐのか、右も左もわからなかった 当時の私が会いたかったサポーター。頑張り屋じゃなくて普通の努力しかできない私でも無料せずに取り組んで稼げるビジネスモデルを教えてほしい。わからないことは聞けば教えてくれる。あなたが調べたことも確認のために正しいかどうか質問して実行前に確認できる。ずっとサポートを受ければ稼ぐために効率の良い最新情報が手に入る。私がしてきた無駄な苦労をしなくて済むようにアドバイスする。 あなたがばかげた質問、くだらない質問、甘えた質問をしてもちゃんと回答してくれる。それなら気軽に質問できて、的外れで無駄な努力をしないで済みます。稼ぐために必要な質問にはすべて答えるサポート方針ならサポートを受ける価値絶大です。私の時給1万円以上稼ぐスキルのすべてを無理せず払える程度の金額で教えてもらえるわけです。 正客作りの手伝いが欲しかった。無駄な努力と経費。不動産がダメだからすぐに転売に移ったわけではありません。適当なアドバイスも得られずに試行錯誤しました。アフィリエイトで稼ごうというふうに思ってね、この何百もドメインを取ったりメルマガを始めたりしました。だけど全然稼げなかったと。で結局は、 元からアヤフォークで稼いでた転売に落ち着いたわけなんですけど、ちょっとやってできないことはね、えー、ずっとやってもできないということが多いです。普通に言われてることとは逆ですけど、まあ、これが現実です。まあ、人は成長し続けるというのは錯覚。まあ、反感もあるでしょうが、現実をお話しましょう。普通の大人は劇的な成長なんかしません。 経験を積んで体力や能力の衰えをカバーしているだけ。10歳の子供ならともかく、働き始めた後にできることは今までの経験を活かせる強みを見つけること。強みが見つからないなら稼ぐことが難しいということ。これが副業を始めてもほとんどの人がうまくいかない大きな理由。私自身もそうでした。皆さん、努力や根性を過大評価しています。今のあなたが 大した努力もせずに、稼げる仕事を見つけて、それを突き詰めるのが成功率の高い稼い方です。私はそのための戦略づくりを最優先しています。特に強みが見つからない、それが普通です。だから日本に住んでいて、日本語がわかるという、日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです。アマゾンがオーストラリアでプライムサービスを開始しました。 日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。どんな商品がオーストラリアで高く売れるのか、まあ、商品の事例なんかを載せています。こちらをクリックして確認してください。以上、テンバーで